五千五百系八千八百系四十系と A バス三百二十系東京都交通局は、東京都及びその周辺の区域において、公営交通事業などを行う東京都のつぼね。東京都地方公営企業の設置等に関する条例、及び東京都公営企業組織条例に基づき、水道局や下水道局とともに設置され、地方公営企業法に基づく、地方公営企業として、 軌道事業、鉄道事業、自動車運送事業、電気事業を行っている。日本の公営交通で5種類もの交通機関を運営する事業者は現在、東京都交通局のみである。なお、都道府県単位で公共交通機関を運営している例は他に、長崎県がある。地下鉄、都電、都営バスの詳細な遠隔は、各事業、各路線の項目を参照。 局の紋章は、東京都章を元にしながら、六方に広がる光の部分を稲妻状に変形し、周囲を深淵で囲ったものである。この局門は、東京都交通局の前身である、東京市電機局の創設時に制定された。1989年に、東京都シンボルマークが制定されてからは、これを交通局のシンボルマークとして、一般的に用いるようになった。 なお、都営地下鉄では、2007年以降の新たな案内サインの更新に際し、通常のマークより、明度の低い色を背景に、マークそのものを白抜きとしたデザインも用いられるようになっている。シンボルマーク制定以降、一般的な表記や掲示において、曲文はこのシンボルマークに順次取って変わられた。このため文章が使用される機会は激減したが、その後も、 都営地下鉄や都営バス、都電荒川線、日暮里、都練ライナーで発行されている乗車券の呪文にあしらわれているほか、都電荒川線急線軽電車の車体側面装飾にも採用されている。釣り広告等は東京都交通局指定広告代理店にて取り扱われている。ありがとうございます。